カバーズ。手話入社後平行線で東京は愛せど何もない立憲62をちょうだい19万も持てないお茶の水馬車の匂いで飛んじゃって大変さ毎晩船長に達しているだけなんと一つの商売道具乗車必須領収書書いてちょうだい税理士なんてついてない後楽園将来層になって結婚してほしい毎晩新聞で遊戯するだけピザ屋の彼女になってみたいそしたらベンジあたしをグレッチで打って終電で帰る手前手袋